日本共産党の宮本武です。前回に引き続き児童虐待防止の対策についてお伺いいたします。さっきの大阪市西区のあの事件がございまして、大阪府の橋本知事は自ら虐待の疑い事例も含め24時間体制での通報を呼びかけるとともに、8月の9日から31日まで大阪府作成の2種類のテレビコマーシャルを放送いたしました。テレビの効果は絶大でありまして、通報が劇的に増えたと聞いております。コマーシャルの始まった8月9日から31日までの通報件数を把握しておられるでしょうか。細川厚生労働副大臣。お答えする前に、先ほどの高木委員の質問の中で、私あの社会福祉士と申し上げましたが、あれは児童福祉士の間違いでありましたので訂正させていただきます。今あの宮本委員の方からご質問になりました件数でありますけれども、これは大阪府の方に確認をいたしましたところ、8月9日のテレビのコマーシャル、この開始から8月の末までに283件の虐待通告があったということでございます。宮本武さん。22日間で283件ですから、1ヶ月に換算すると381件になると思います。昨年の8月が114件、比べると 3.3 倍に増える計算になります。これはもちろん良いことでありまして、どんどん、恐れも含めて通報していただくことは大事なことなんです。ただその間の職員体制について、これは厚生労働省把握しておりますか。細川厚生労働副大臣。お答えいたします。大阪府の児童相談所、これ6カ所ありますけれども、そこにおけます職員の配置状況は平成22年4月1日現在で児童福祉士が137名、児童心理士が39名となっているところでございます。宮本武さん。それはもともとの体制なんですけれども、とにかくその通報がどんどん増えていってるんだが、その体制の方がそのどう増やされているのかと、私あの現場の方々からもお話を聞きました。で大体あの一時窓口というのは大阪の中央子ども家庭センター、ここを一元であの受けているというんですね。これは一時あの保護所があるところで、そこが24時間の体制取ってるから、そこに電話がかかれば取れるだろうという話になっておりまして、そしてそこには結局24時間虐待通報体制のための正規職員が配置されていないと。通報を受けたら実際に子どもを保護に走るのは大阪府下の各子ども家庭センターの職員が連絡を受けて、電話で連絡を受けていくんですけれども、そうまさにこの善意とボランティアでですね行くんだと。だからもうあの携帯電話を持ってですね、いつ電話が入っても出かけられるような体制を取ってる、拘束されてるというふうに聞きました。であのテレビコマーシャルもちろんいいことでありますし、そして、まあ、厚労省は48時間以内目視での確認ということを徹底する通達をお出しになられた、これも重要な大事なことであることは言うまでもありません。ただあのそうやって 3.3 倍に連絡は増える、通報は増えるわ、厚労省は48時間以内に目視でやれというふうに言うわ、しかし体制の方はあのこういう形で、増えてないということになればですね、それこそ職員はもう死ぬまで働けと言われているに等しい状況になります。で前回の委員会で山井厚生労働大臣政務官はですね、視察に行った足立区の児童相談所で相談員の増員を求める声を聞いたというふうに答弁でも言われましたね。今回の概算要求でこれは抜本的に増えるということになるんでしょうか。細川厚生労働副大臣。あの宮本委員ご指摘のようにですね、相談件数がどんどん増えてきている、まあ、そうすると現場の職員がそれに対応しなきゃいけない、これはあのそういうその職場の体制というのをしっかりと充実していくということについては、私どももしっかり認識をしているつもりでございます。そこであの、まあ、これまでもですね、まあ、
先ほどから申し上げましたように、いろいろとあの数なんかも増やして、参っておりますけれども、23年度の概算要求に加えましては、これまでのに加えまして、児童福祉のサポート職員、これはあの児童福祉の OB とかですね、あるいはあの保健師などの皆さんでありますけれども、こういう人たちを配置をいたしまして、児童相談所の個別のケースの対応や市町村に対する指導支援を行う体制を強化すると、それとそれに加えまして、子どもや保護者に対する相談支援体制を強化するために児童家庭支援センターの箇所数を増加、これはあの現在現状では71箇所でありますけれども、23年度予算では108箇所にしたいと、それから将来的には26年でありますけれども、それは120箇所という目標で今取り組んでいるところでございます。まあ、先生がご指摘のとおり、あのしっかりあのこれは職員体制はやっていかなければということで、厚生労働省としてもしっかり取り組んでまいりたいと思います。宮本武史さん、あの今サポート職員というのを置くということでありますが、何人配置することになりますか。細川厚生労働副大臣。すみません、205人ということでございます。宮本武史さん、あの各児童相談所に1名ということですから205人ということになるんですね。この児童家庭支援センターの方も、たった4箇所の増と、サポート職員というのも OB を、205人増やすというだけでありまして、これではですね、その今言っているようなこの 3.3 倍にも増えてきつつあるような状況、そして一層48時間以内にということで今現場に求めている状況から見たら、やっぱりなかなかこの受け皿としては心もとないと言わなければならないと思います。あのやっぱり人の配置、それから予算の確保とかしっかりと求めておきたいというふうに思うんですね。それで今年の6月に我が党の大阪府委員会がですね、大阪で続発する児童虐待問題を受けまして、子どもの虐待問題を考えるシンポジウムというものを開催させていただきました。でケースワーカーやソーシャルスクールソーシャルワーカーなど現場の専門家の方とともにですね、本委員会でも、大変このご活躍をいただいた石井久子前衆議院議員がここで、報告をされております。私も石井先輩の報告を学ばせていただきました。でここで石井さんは児童虐待防止法の成立改正に関わってきたものとして、人の配置、予算の確保など必要な体制をしっかり取るということとともにですね、大事なのは発生させないこと、未然に防ぐことだというふうに述べられております。それで私ども取材をさせていただいた、これは北海道大学の松本一郎先生もですね、同じようにこの大阪の事件についてこう述べておられるんですが、事件の母親が無責任の塊のような報道もされましたが、最後の局面ではそうだったかもしれませんが、そうなる過程はこの母親だけの得意なものでなかったと。今の日本の社会は子どものことは親次第、親に何かあったらそれっきりという状態です。今回のケースはその典型ですし、これからもこうしたケースは起こりうるでしょう。子育ての責任を親だけに押し付けていては問題解決しません。一般的な子育て支援というより、生活の基盤が危うくて人と人との関係を作ることが非常に困難な社会の底辺で流動し分散し孤立化している傷つけられた人たちをどうするか、そうした人たちへの手厚い支援が必要だと、こういうふうに指摘をされているわけですね。ですから調査によれば、虐待につながりかねないこの家庭のリスク、これは一人親家庭であるとか、親族近親からの孤独であるとか、経済的困難、こういうものが一つのリスクとして指摘をされているわけですから、また不安定就労というのも指摘をされておりますからですね、それらがこの複雑に重なり合って、背景にあって問題が起こっているということだと思うんですよ。そこでね、やっぱりこの一人親家庭等々に対するその特別の手厚いやっぱり社会的な支えが
必要だということを石井さんもこのシンポジウムで指摘をされておりました。で、一つは貧困に対するやはり、支えがいるということですね。 OECD の調査によりますと、我が国の一人親家庭、とりわけ母子家庭の貧困率は 57.9% に上っております。 OECD の平均は 19.9% ですから、母子家庭の貧困率が日本は突出していると言わなければなりません。平均年収は213万円、こういう状況でありますから、全世帯の平均564万円に比べても4割以下程度ということになっています。ですから、まずこういう貧困にしっかりこの対応すると、生活を支えるという点で、例えば生活保護というものについてもしっかりとこの必要なところには出すということをきちっとさせていくことも必要でしょうし、生活を支えるさまざまな施策がいると思います。もう一つは保育所の役割というものも大きいと思うんですね。今回の事件を見ておりまして、子どもを保育所にこの入所させているという事例がほとんどないんですよ。保育所に通っていた子どもってほとんどないんですね。もしも保育所に通っていたら、この子どもの状況をつかめたかもしれないと、保育の関係者はみんなそういうふうに言っているわけです。その点で、これは厚生労働省にしっかり聞きたいんですけど、一つは一人親家庭に対する貧困生活の支え、これはどういうふうに考えているかということ、もう一つは保育所にやはりきちっと優先的に社会的にこう、一人親家庭の子どもたちをしっかりこう見ていくという点で、保育所の活用ということをどういうふうに考えておられるかという点、この2点お答えいただけるでしょうか。細川厚生労働副大臣。日本の貧困率について、政府が昨年初めて、公表をいたしまして、一人親家庭のですね、相対的な貧困率が 54% ということで、大変の高い水準であったということがはっきりいたしました。で、この母子家庭などのこの一人親家庭に対する支援につきましては、これまで母子および家父福祉法など、これ平成14年に改正されまして、4つの柱でこれまで総合的な支援を行ってきております。一つは子育て生活支援、これはおっしゃられたこの保育所への優先入所とか、あるいは公営住宅への優先入園、まあ、こういうこと、それから就業支援策、これは看護師のあれになるならば、これに対しての職業訓練にでこのやっていただいて資格を取ってもらう、これに対する支援を行うとか、あるいは3つ目として養育費の確保策ということでやっておりまして、4つ目は児童扶養手当などの経済的な支援策、まあ、この4つを柱としてやってきております。そこでまたこの平成22年度予算ではですね、この子どもの貧困に着目して大きな2つの政策を取りました。1つは昨年の12月に復活をさせていただきました生活保護の母子加算の継続でございます。2つ目がこれまで支給対象ではなかった、これは父子家庭への児童扶養手当の支給ということをやらせていただきまして、まあ、それに加えまして中学校終了までの子ども手当も、これもまあ貧困に対する一つの施策というふうに私ども考えておりまして、これもやらせていただきましたところでございます。さらに今年1月に策定されました子ども子育てビジョンにおきましても、この4本柱に沿った取り組みにを盛り込むとともに、26年度までの数値目標、これ詳しく申し上げましたら時間が経ちますので省略いたしますが、数値目標もしっかり設定いたしまして、子どもの貧困のに対策をやっていくところでございます。宮本武さん。もう時間が来ましたけれども、
やっぱり保育所にしっかり入れてですね、子育てそのものを支えるってことが大事だと思っておりまして、平成15年に確かに保育所入所等の選考の際における母子家庭等の取り扱いについてっていう通達が出てるんです。ただこれは就労という観点なんですね。だから仕事をするのに優先的に、母子家庭の場合は配慮するということであって、そうじゃなくって、今回のように本当にその親として子どもを育てるその、力というものがまだまだついてないという、そういう親御さんの場合にしっかり地域の保育所でそこを支えていくということが大事だと思います。最後に大臣からですね、やっぱりこういうものはリーダーシップを前回も言いましたけど発揮をして政府として、省庁横断的に取り組むと、この、決意をお伺いして質問を終わりたいと思います。新井国務大臣。その通りでございまして、ですから内閣府というあるいは特命担当大臣という、ポスト役職がございますので、その点を認識の上しっかりやっていきたいというふうに思います。そして何よりもですね、最も必要なのは、この経済状況が悪化をしていって格差をどんどん作り上げていった、そこが最大のネックだと思いますので、政府は今般緊急経済対策をやりますけれども、経済をどう盛り上げていくのかということにもまた力を注いでいきたいというふうに思っております。終わります。ありがとうございました。